港区虎ノ門一丁目界隈のビル街の一角。刀の鐔、小塚、目抜きなど刀剣装飾の彫金を中心に74歳の今日まで彫金一筋の道を歩んでこられた服部正長さん。現在服部さんは自らの彫金制作のほかに絵画工芸展の運営委員や審査員を務めるなど多方面にわたって活躍しています。彫金の歴史は極めて古く、すでに古代エジプトのツタンカーメン王の黄金の棺に見事な彫金を見ることができます。また日本では古墳時代の遺跡から出土した宝冠や兜、刀剣、馬具類などに彫金によるさまざまな飾り模様が見られ、下って飛鳥奈良時代になると仏像の光背や台座の連綿、さまざまな仏具などにも彫り込まれ、広く用いられるようになりました。耳打ち、鐔の形に切り抜いた銀地金の縁を叩いて縁取りをします。今日の彫金の技法は室町時代中期の彫金師後藤雄城によって築かれたと言われています。そして江戸時代を迎えると彫金の技巧はますます精緻を極め、刀剣の装飾ばかりではなく、キセル、根付けなどの生活用具にも施されるようになりました。ヤニ台に盛られたヤニの表面を炎で温め柔らかくします。鐔の素材を固定させるこのヤニは、上質の松ヤニに精製された地の粉と油を程よく混ぜ合わせ練り上げて作ります。柔らかくなったヤニの上に鐔の素材を置き固定します。張り打ち、上質の和紙に描いた鐔の図柄を素材に貼り付け、タガネで点線を打って写し取っていきます。タガネを打ちながら和紙に描いた図柄に修正を加え決めていく。
家の都合で学校を辞め、一家を支えていくために父親の師匠であった高輪の雨谷雄民氏の下で修行することになりました。父がもう7月に休止したもんですからね、中2の時でした。7月ですから夏休みちょっと前ですね。それでもう親一人、女ね、親一人子一人でしたから、学校はもうその時点で経済的なんでやめまして、そして少しブラブラしてましたら、父の師匠である雨谷さんが見えて、うちにいるんなら来ないかったんで、それで自転車でもって通いで行ってたんですがね。それで仕事は簡単な仕事で、そのただの板へ線を、タガネを出してくれて線を掘ってこいって、それで、横に掘ったり丸く掘ったりして、それで全部でしたら何にも言わないんですよね。それから今度は消してこいと、それでそれをまた砥石で研いだりなんかして、それでまたもう一回同じことですから、ここがいけないとかこうやるとかっていうことは絶対に言わないんです。また兄弟子が一人、あの内弟子で言いましたけどもね、その兄弟子も何も教えるってことはしないで、ただ仕事をやるのを見てて、こうやんのかな、ああやんのかなと思ってずっといたわけなんですがね。昭和13年、20歳で独立。当時は日中戦争の最中で軍刀の装飾など彫金の需要が多く、得意の時代でした。太平洋戦争が次第に激しさを増していった1943年、昭和18年6月に召集を受け入隊しましたが、病弱のために除隊。戦後の混乱期には服部さんが目指している刀剣の彫金は全くなく、わずかに装身具や名前彫りなどの仕事を細々と続けざるを得ませんでした。仕事もなく生活の道を断たれて見切りをつけ、天廃業する人も大勢いる中で、服部さんは好きな彫金の道一筋に打ち込んで腕を磨いていきました。戦後の混乱社会も落ち着き始めた昭和35年頃から、ようやく目指す刀剣の彫金一筋に打ち込めるようになりました。彫金師にとって鋼は命とも言われています。刃先の形も自分で工夫して作るなど、一本一本の鋼にその人の個性が込められています。服部さんの鋼の中には師匠や父親が愛用した鋼も入っているそうです。鋼はもう彫金師に命のようなものですから、大事に大事にしておりましてね、今頃なってその研いだりなんかいろいろやるのがやっといくらか分かってきたんです。打ち下ろす金槌の方もその時によってはその鋼よりまだ大事な要素があるもんですからね、無理にその鋼を左手で持って、回したりなんかっていうことをね、上から上の金槌によって回っていくもんでしてね、軽く持ってなきゃいけないようなこと、それから鋼もですから無理にあのもうちょっと狭いのがいい、もうちょっと狭いのがいいなと思うときに、ちょっとの違いでもそれを無理をしてやっちゃうんですがね。だけどそういうことがこの頃はなくなってきましてね、やっぱり鋼を真剣にこしらえまして、それでやるようにしておりますから。毛彫り、毛彫りは素材に線を彫り込み図柄を形作るもので、最も基本的な彫りの技法です。
彫金の技術を高めていくにつれて、服部さんは客の求める図柄を注文通りに作り上げる、いわば単なる技術の提供だけでは飽き足らなく感じるようになってきました。自分が日頃イメージしている図柄、考えている図柄を素材の中に力いっぱい表現して、心から納得のいく仕事をしてみたいと思うようになりました。昭和42年に三期開店に初出品、初入選して以来、昭和54年まで三期開店で様々な賞を受賞。昭和56年には文部大臣奨励賞を受賞しました。そして昭和62年、彫金界への長年にわたる功績が認められて黄綬褒章を受けました。下げ彫り、毛彫りした線に沿って面の肉を削り取っていきます。突き下げ彫りのポイントは、金槌を叩く強弱と鋼の微妙な使い方にあると言われています。そして図柄の出来具合の良し悪しは突き下げ彫りによって決まるとも言われています。鳴らし、毛彫りや突き下げ彫りを終えると、地の面を平らに打ち出したり、削ったりして、鳴らしていきます。砥石や木炭で素材の表面を丁寧に磨き、付着した油や汚れ、金属のささくれなどを取り除いて表面を滑らかにします。仕上げ彫り、刃先のごく細い鋼で髪の毛のように繊細な線模様を彫り込んでいきます。ただひたすらに繊細な線を彫り込んでいく、いつ果てるともなく繰り返される正確で
丹念な刃先の動き、行き詰まるような緊迫感と造形の美しさ。彫金の美しさは、タガネの跡の美しさでもあると言われています。純金の板を切り、細い線を作る。象眼。波の部分に開けられた穴の中に粒状の金を入れ、タガネの先端が丸くへこんでいる七個タガネではめ込んでいきます。すべての彫りを終え、つばにイメージ通りの図柄が彫り上がると、表面を薬品で色上げします。実用的な側面をないがしろにして、美的な側面の追求にのみこだわったもの。また反対に、美的な側面を見失って、実用的な側面だけにこだわったものは、いずれも本当の彫金とは言えない。真の彫金は、実用と美が程よくバランスの取れたものであると、
服部さんは考えています。